どうも、うずです。皆様、ドライブレコーダーは利用されてますでしょうか。まあここ近年、煽り運転だったり、まあ事故対策ですよね、ドライブレコーダーを使う方は非常に増えているという話なんですけれども、まあそれでもまだまだドライブレコーダーを装着していない、まあもしくは1台しか装着してない、複数車があるんだけどね、という方もいらっしゃると思います。で、2019年ぐらいには、装着率がね 30% ぐらいっていう話だったんですよ。まあそれが2020年には 50% ほどになっていて、まあ今2021年はもうちょっと上がるのかな、上がるんでしょうね。今日もね、朝羽鳥さんのモーニングショーでなんか煽り運転やった人が捕まったっていうニュースありましたけど、はい、それぐらい、まあ、日常的ってわけじゃないとは思うんですが、煽り運転ってねありえますので、まあ事故につながったり、ドライブレコーダーはおすすめなんですが、そんな中で今回私ドライブレコーダーのお話をする理由というのがありまして、早速役に立ちました我が家でも。我が家は2台車を所有してまして、1台は360度のドライブレコーダーをつけていて、でもう1台は1万円ぐらいの安いドライブレコーダーを装着してるんですけれども、この動画を公開する少し前に、妻が事故に遭いました。娘を習い事に、まあ、その現地にね送っている途中だったんですけれども、見通しの悪い交差点で急に飛び出してきた車にぶつかってしまったんですね、正面から。あ、そうそう、あの状況説明のちょっと補足なんですけれども、妻と娘がその事故に遭って、電話がねすぐ私にかかってきたんですよ、妻から。ちょっと事故になっちゃってパニクってるから来てほしいって言われて、で急いで私と下の娘がね家にいたから2人で車に乗って、あの現地にね向かったっていうのはその時の状況なんですよね。で相手の方にお断りして、車の状況写真撮らせてもらって、自分の方でで、警察に電話をかけてちょっと現場を見てもらったっていうのがその時の流れ。はい、でここでちょっとその時の状況っていうのを図で見ていただきたいと思います。はい、これがその事故の時の様子なんですけれども、片側がね一時停止になってるんですよ。すごい細い道路で、あの見通しのね悪い交差点なんで、で時間の方が夜、8時過ぎですね。でお互いに車が、まあ一時停止ね、ちょっと飛び出す形になってしまって、相手の方が、当たった箇所がここです。相手の方の後輪、右後輪のところと妻のフロント、右端のところが当たった、ぶつかった状態の事故で、この時妻は速度がね、これちょっと当たる直前の速度なんですけど、実際には25、6キロでここ走ってました。ドライブレコーダーで確認したら、かなり、ペース遅い方なんですけど、これちょっと理由がありまして、この日の天候が雨だったんですよ。路面が光ってしまってて車のライトが分かりにくい、なので妻はかなりゆっくり走ってたみたいです。でこの交差点はこちらの壁が、ブロック塀になってまして、全くお互いの車が見えるまでは視認できないんですよね。なので一時停止が非常に重要なんですけれども、まあ、中には夜だからね、ライトがついていたら車のライトでお互いが来てるのは分かるんじゃないかって見方をされる方もいるかもしれませんが、雨が降ってるとこの交差点全く分かりません。車のライト、路面に光っちゃっててね、で街灯もあるんで、なのでお互いの車がはっきり見えるまでは全くね気づくことがないんです。まあ、本来は一時停止でミラーを確認し出てくるのが正しい動きだとは思うんですけれども、そこをちょっと怠ってしまったってところは相手の方も認めてくれてます。ただここでちょっと私が問題と思うのが、相手の方は一時停止に一度止まり飛び出してきたということを自らおっしゃられてました。で妻の方は飛び出してきた車に対してブレーキを踏んだけれども間に合わない、でこの事故直前の様子っていうのもちょっと図で表してみました。はい、こちらがその直前の様子だと思ってください。妻がまあ25キロほどの速度で直進してます。で相手の方はこの一時停止のところを一旦止まって出てきたというんですが、車に搭載されていたドライブレコーダーで確認したら、もう本当にねこの位置に見えた時に妻がこの位置にいて、で先ほどのよいしょぶつかったというシーンになるんですけれども、この飛び出しがちょっとね止まってるようには見えないんですよ、全く。でなんでかっていうと、これが接触部分に関係するんですけれども、一時停止をここでして相手の方の車が出てきたんであれば、おそらくぶつかるのが、まあ、さっきの図ですね、はい、妻の車がこの位置から時速25キロで進んでいたら、ゆっくり出てきた車なら当たったのが前方になるはずなんですよ。で妻の車も、まあ、おそらくここですね、この左角が当たるような感じが出会い頭の衝突だと思うんです、この位置関係でドライブレコーダーで見ると。なんですが実際に当たったのは、はい、ここなんです。
ということはドライブレコーダーの映像と当たった箇所で検証すると、相手の方は一時停止止まっておりません。一時停止止まらずにゴーンと出てきてます。もしかしたらちょっと徐行したかもしれません。ただ飛び出してきてる車のスピードはかなり速かったです。はい、ということがドライブレコーダーと現地での確認で分かった状況になります。はい、という感じでございました。なのでやっぱり重要だなと思ったのがドライブレコーダーですね。やっぱりドライブレコーダー重要で、現場では警察の方からその今回のこの事故に関しては それぞれの保険屋さんで話し合って、処理してくださいねっていう結果になったんですけれども、ドライブレコーダーの映像ってすぐにね保険屋さんに出すわけじゃないんですね。すぐ私出すものかと思ってて、でなんでかっていうと、まあこういった事故の場合テンプレートがあるわけですよ、保険屋さん同士の。まあ例えば今回のケースだと8対2というのが定番の割合だそうなんです。でそこからまあじゃあ状況に応じて9-1にするのか、まあ7-3にするのかっていう話になっていくみたいなんですけれども、それでお互いがちょっと納得いかないって言った場合にドライブレコーダーを初めてそこで提出する形になるみたいですね。でここで重要なポイントなんですけども、相手の方は一時停止をしたとおっしゃられているんですが、私がドライブレコーダーで見たところでは全く停止されてないんですね。まあ要は私もねよくやるんですけれども、人間って記憶の中だけだと自分の都合のいいように状況をね変換しちゃうことが多々あります。なので相手の方が嘘を言ってるとは言わないんですが、勘違いをされてる可能性もあるわけですよ。一時停止でしっかりピタッと止まった、その後発進した、映像で見たらそんなところは全く見えなかった。はい、なのでこういうところでドライブレコーダーの映像は非常に重要だということですね。客観的に状況を知ることができる、そしてそれを第三者、まあここでいう保険屋さんですね、に対して提示できる。はい、だからドライブレコーダー本当大事だと思います。で今回妻が事故に遭った交差点ってすごく事故が多い交差点なんですよ。まあ近隣で仕事されてる方からねお話聞いても、その話聞きましたので、で私の知人もここで事故に遭ったって方がいらっしゃって、その時はその方はドライブレコーダー積んでない車でぶつかっちゃったらしくて、でそれを状況説明して納得してもらうのにすごい大変だったって言われていたから、ドライブレコーダー大事です。なんか今回の動画ではね何回も大事大事言ってますけど、でドライブレコーダーに関しては360度確認できるドライブレコーダーだったり、リアカメラがついてるドライブレコーダーだったりありますけれども、ちょうど喉痛くなっちゃった。今回我が家で役に立ったドライブレコーダーは1万円ぐらいの結構安いやつなんですよ。それでもすごい夜の雨のシーンでくっきりはっきり映像映ってましたので、そうね、ご家庭の都合予算に合わせて、まあ、何かしらのドライブレコーダーやっぱり積んでおくのが安全対策に自分を守るねなると思いますので、今回私の動画では、ドライブレコーダーをまだ取り付けてない方、もしくはセカンドカーサードカーにつけてない方は安いものでもいいんでぜひぜひつけていただきたいなっていう、そういう訴え動画になります。はい、いかがだったでしょうか。今回は我が家で体験した、その事故に関して、まあこういったことがありましたよっていうお話を実体験をもとにさせていただいた動画になります。皆様もそのドライブレコーダーがあって助かったっていう話や、まあドラレコ自体にまつわるエピソードなどがありましたら、ぜひコメントの方で教えていただけると嬉しいです。今回も動画のご視聴ありがとうございました。初めて私のチャンネルの動画見て、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録していただけると、動画の方がより見やすくなりますのでよろしくお願いします。今回の話はここまで。ではまた別の動画で。バイバイ。はい、でも今回の事故で、まあ何よりも良かったのが、相手の方もうちの方も怪我人がね、出なかったってところだと思います。まあ車も大事ですけどね、人の体、命が一番大事ですので。で、私自身は大きな事故って経験したことがないんですけれども、擦るとかはね、あるんです。車ちょっと擦ったとかね、昔あるんですけど、まあ今回の経験により、まあより車の運転、あとは自転車ですね、もう含めて乗り物に乗るときは自分自身も注意しなきゃいけないし、周りの状況もよく確認して、しっかり安全運転していきたいと思いました。はい。皆様もお気をつけくださいませ。まあ気をつけてもね、難しいときもあるけど、はい。少しでも事故が減らせられるようにできるといいですね。うん。